横浜キャノンイーグルス対 NEC グリーンロケッツ統括、イーグルスのホストゲーム日発三沢球技場からお届けします。非常にこう楽しんでできている感じはしますよね。はい、さあそして縦に入ってきたのがバカラヒです。すぐに向こう側サイドへ内に返したところ、クリエルがそのまま行ってオフロードつないで天泣きレレイマフィーのトライ、先制トライバーホストのイーグルスです。リスタートまた一段と強くなって風がその中ですが、22メーターライン付近までデメキが蹴っていって SP マレーの左足です。逆にここまで伸びていきました。すごいキック、左足 SP マレー 50-22 ですからね。大チャンスになります。そしてラインアウト、今日パクソンホが先発、今シーズン初登場。アドバンテージ、ジャンピングアクロス、オーバー。アドバンテージがある中イーグルスそのままモールで、またマフィーが持って、あ、まだ切れないマフィー、2トライ目、連続トライ、ボールまでいけないイーグルスのディフェンスですが、亀井が絡むか。今ここまで反則なくアドバンテージ取られずね、ディフェンスできていますからね、はい、ジェイクボールが来たか。ここでジェイクボール、2019年のワールドカップメンバー、リオの7人制の日本代表にもなっていました。昨日34歳の誕生日レメキです。フリーキックすぐに仕掛けたニック・フィップス、そのレメキにボールが渡りました。レメキがハンドオフ、そして引きずりながら残り 10m まで持ってきて、ニック・フィップス、そしてジェイク・ボールとワールドクラスの2人がここでボールをつなぎました。さあチャンスにできるか、レメキだ、田村のディフェンス、その後杉本、右を見た後左に放ってきましたニック・フィップス、大外に持ってきて小俣寛太、3人いる中、トライか。明らかに前ではないということでオフィールディションのトライなので、はい、そのままトライを与えようと思いますが、はい、いいと思います。はい、トライ、トライ認められました。小俣第3節の神戸戦以来、今シーズン2トライ目になりました。アッシュ・ディクソン、フェーズを重ねて、亀井、金井、まだアドバンテージはあるか、ニック・フィップスの前が、うん、NEC 取り切りました。グリーンロケッツ、ニック・フィップスのトライ。今ジェイクボールの横の山際君も非常に背大きいですよね。日本人選手で198センチですもんね。日本のマロ・イトジェになるということをしてたらしいですね、うん、そうですか。イトジェとジェイクボールだとすごいですよね。ただここはイーグルスボールになりました。ヒットに負けて自分で崩してるだけ。さあ今度はどうでしょうか、ラインアウト、パクソンホセンター取った、フェトゥーダグラス、フェトゥーカモコモダグラスが取りました。その後シリクソン自らまず体を出していきました。ラインアウトでターンオーバー、グリーンのケッツ。今シーズン前節までのラインアウトの成功率もグリーンロケッツが 86.7%、 イーグルスが 86.7%、 グリーンロケッツが 82.1% です。しかしグリーンロケッツが取って、田村のキック、外に出るしかなかったニック・フィップス、田村のキックでした。狙わないですね。でもすぐ行きそうです。ゴール正面、フォワードを当てていって残り 2m まで持ってきた、ヤンキモリもここに入ってきたが、ディフェンスはどうだ、グリーンのケツ、天泣きレレイマフィーが3トライ目。今季初先発、第3節で途中出場だけでした新井ですが、ラインアウトから
モールで前進、残り 5m、 一気にモールで前進していって、岡部が取りました。ラインアウトからのモール、後半最初のトライは横浜キヤノンイーグルス。さあここでファフ・デクラーク、さらに梶村キャプテンも登場、大きな拍手が起こります。新井光輝、そしてクリエルが下がって、ファフ・デクラーク、そして梶村雄介キャプテンが入りました。手前松岡、ここにデクラークがやってきて、梶村から天泣に、田村近いパス、南橋が抜けた、南橋今シーズン初先発、初出場、南橋。そういったところも含めてこうチームの、ね、層の厚さっていうところかなっていうのはあります。逆にイーグルスがこの時間帯になってリードを広げています。その勝負した内にワールパスもないか、 SP マネー、もう一つつながれ、さらにつながっている、そのままトラインまで持ち込めるかどうか、竹澤置いたかどうか、外側から3回目で強さも見せてアピールしましたが、タッチラインに触ったところで止めてもらえれば、タッチだね、でクリアに先に、はい、タッチに触れてます。トライは認められず、ラインアウトで再開ということになります。デクラークのところ一つかわしましたが、焼き森が取った、そしてデクラークのキック左足、なんとかトム・マーシャル、滑った、足が取られたところ SP マレー、焼き森がまた取った、よく走ってますよね、こういったところも森、一つ前のブレイクダウンで焼き森からのターンオーバーでした。竹澤勝負だ、うわートム・マーシャルまた来た、デクラークどうする、残り 5m、 ショートサイド、 SP マレー、竹澤最後取り切って、イーグルス、うわいやー、森走ってる、またここに森脇森がいる、飛び込めばというところ、デクラーク自ら行く、ハフデクラークが仕留めました。最後は決めることはできませんでしたが、今フルタイムの笛が鳴りました。36対12、横浜キヤノンイーグルス、その攻撃力を見せて6トライを奪っての勝利ということになりました。先週はライナーズ戦、花園でプレイヤーオブザマッチ3トライ、そして今日はホスト三沢での3トライ、あとはもうジャッカルもありました。